ラジオ沖縄ホットキャスティング。赤瓦町便のゴブリーさびら放送7。29回目の今日は12月の26日内田久美旧暦では下乳の23日猿の日え便やさて年末ということでね、えー、年始にね。行う初詣の参考になればと思いまして、これをやってみました。 実は十二科巡りというのがありましてね十二科のうきらまイと言ってるんですが生まれ年のえとにそれぞれのね守り本尊というのがあるんですね本尊というのはこの宗教の信仰対象となるもので、まあ、仏像とか絵が定められておりましてね生まれた年の本尊に祈願をして安泰を願うものでしてこれは日本でも古くから行われていたようですうちなではこの守り本尊のことをうかちみというんですね まあ、旧暦の1月9月、まあ、12月に行くことが多いようですだ最近は、ね、新年に拝みに行く方も多いんですよ、えっとね、今度は、ね、お寺別に紹介しましょうねまずは首里観音堂、えっと、寝年牛寝、ね、牛虎達美馬の、えー、うかちみとなっています寝氏は千住観音で一切の人々をもらさず救おうとする仏様です で慈悲と力の広大さを表していてい楽器堂ねこれはあのお盆の時話したけどいつもお腹空いておなかが、ね、あのガリガリでお腹が出てるっていう楽器ねこの人たちも救うそうですね。で「牛と虎」は「国蔵菩薩」といいまして広大な宇宙のような無限の知恵と慈悲を持った仏様だそうです。で知恵知識記憶といった面での利益ももたらしそうですよ。えー、立つと見 これは不言菩薩あまねく賢いものという意味でして世界にあまねく現れて仏の慈悲それから立地を表して人々を救う、えー、仏だそうです。でまたね女性も成仏できるんですよという法華経に登場してくることから特に女性の信仰を集めたそうですね。最後が馬静止菩薩知恵の光で一切を照らして地獄が機械 それから畜生これ悪い行いをした人間が落ちされている地獄なんですがそこへ落ちないように救うそうですまずは観音堂に祀られているうかちから紹介いたしましたそれでは次のコーナーです <music> 沖縄の南田引き続き死の十二家のうきらまえをお届けしたいと思います次はね西来院これダルマデラですねちょっと成功寺 昔あのノーマン寺を打っていたお寺ですねあお寺ってたというかその境内になったんですね鵜土市文殊菩薩これは知恵を司る仏なんだそうですねそれから猿と鳥大日如来まあ変唱とも言われてるそうでこれが聖光寺に祀られているんですね密教で宇宙そのものと一体と考えられてる仏でして真理を表しますでその光がね あまねく照らすところから変性または大日というそうですよ。では犬とネウストロタツミ犬犬とイドシですね。阿弥陀如来これはダルマテラに祀られております。西方にある極楽浄土で無限の光を持つもの無限の寿命を持つもの,の意味で、えー、とまあ明るくない無明の現世をあまねく照らす光の仏。 なんだ、そうですね。そして暗黒寺、暗黒寺は鳥の生まれですね。なんかおかちみになっています。不動明王を祀っているんですね。大日の来っていう先ほど出てきた仏様がね。教えを実行するためにとっても怖い格好で現れてくる。五大明王の人に決心したものです。あのよこらあの背中に火を背負っていてね。すごい怖い。顔しているのが不動明王ですね。だから。 あのー、いろんなね魔王を降伏すると言われていて煩悩を抱えて最も救い難い人たちを力ずくで救う仏様だそうですね。ただね外面は厳しくても内心は非常に優しく、えー、不愛の姿を表現しているそうですよ。さてまとめましょうか。は手裏観音堂に祀られています。ウイヌ 鳥はウイヌイイはサイライインダルマデラそして羊と猿はセイコ高ジ鳥は安国ジだそうですよもう一回言いましょうかねえ牛虎立身馬はシュリカンノンドウイヌイイはダルマデラ羊サルはコ高ジそして鳥は安国ジにお勝ちみがあるそうですよ、まあ、それぞれのね分からない人はいい方法があります 南江戸の都内の五穀寺に行くと全御徒身が祭られておりますのでそちらに行かれてみてくださいねさてそれではですね十二課のうちらまいということであのー、寺の話をしたんですけれども神社にもやっぱりお参りに行ったりしますよねそれではということで毎年紹介しているのが琉球発射、えー、これね琉球発射感謝の誠意というのが琉球屋材にあって 王府から特別な扱いを受けた。八つの神社のことなんですよ。波の江宮、沖野宮、式名宮、西吉市宮。朝と八幡宮、雨九宮、普天間宮。金宮の八つですね。まあ、うち六つが那覇市内にあって。普天間宮が義野安市、金宮が金町にあるということですね。朝と八幡宮以外はですね。熊野権現と言いまして、大和のこの神社の神様ね。 あのお祭っているんですね。で、近くに洞窟があることが意外とあるんですよね。例えばアメック号の近いには近くにはね。これは面白いですよ。フルフェーディンと言うんですよ。で、ちっい洞窟洞窟というか洞穴があるんですね。あの奥の方があんまり広くないんですけども、フルフェーディンでしょ。これ古い拝殿と当てられるんですよね。ということは昔のアメック号はこの辺りにあったんじゃないかなと考えられるんですね。 ちなみにその近くでトマイ入りの達人武士松村が空手を習ったという伝承もあったりしますよ。ところでね昔はねあのあの神社とお寺が併設されたというか隣同士にありましてねこれが明治の神仏分離令で分離されて2つに分かれたんですよ。なので波の江湖のお隣には五国寺沖岐のの場合には現在は離れてますけれども阿全の方にあるんですが臨海寺。 そして式名宮の隣には仁王寺というのがありました。水吉宮はあの有名なね、中丘区若町で有名なあのね、クミュドイの若町が逃げてきたという変称寺。それから朝と八幡宮は八幡仁徳寺。アメコ宮はあの,あのね、なんていうんですか外国人たちを止めたという聖元寺。普天間宮は神宮寺。金宮は 観音寺というふうにそれぞれお寺が併設されているというか隣にあるんですね神言宗のお寺だそうですただ現在ですね、えー、と四季名宮の隣の神王寺は元の場所にありません変生寺も元の場所にありません今あるのは波の湯宮と国寺は隣同士沖の宮は一、あのー、回ね朝と八幡宮のところに移動したんですが戦前焼けて現在大根山に再建されております そして臨海寺はアジアの方にありますね。それからえー、っとと八幡宮の近くに八幡神徳寺があります。アメク宮はすぐ近く、泊高校の近くに清源寺。それで普天間宮はやっぱお隣同士で神宮寺。金宮はね、お宮自体はないんですよ、建物が。これ洞窟の中にちょっとサオコラがあって、そこが金宮になっているんですね。なので今は皆さん、観音寺の方をよくご覧になっているかと 思いますまあ、琉球王国からね実際にあの士、ー、族がね大和の方に行って神道を習ってきてその元に作ったのが八社なんですよ。なので八社のうちの波の絵具はきちっとこの神道のね格式を持っているんですね。なので琉球王国がなくなった時に核、えー、がつけられましてね神社にも大社中社商社と核があるんですがそのうちの 勝者という位をもらっておりますねなのでやっぱり沖縄で一番の神社というふうに捉えられるのではないでしょうか。さて、えー、ねよかったら皆さんね、えー、琉球発射なりそれから、えー、おかちみの神様のいる首里十二階のお寺なりを回ってみてはいかがでしょうか。さて、えー、琉球発射とかねおかちみのお寺ね、えー、十二階のするうちね時間の長ょにね。 えー、これは今日で今年最後の放送となりますけれども「うそ長瓶だから忘れないうちに言っておきましょうね」嬉しい報告がありますよ。従来1月ってお頭お休みだったんですけれども今年や来年のね1月2日日曜日は放送時間が変わりますけれども15時ね昼の3時から「ブリりシャビラ放送いたしますのでね楽しみに待っていてくださいね1月の2日日曜日は、えー、15時ね、えー、お昼の3時からの放送となりますよ。 さてね国内、えーね、さんと二人でね、えー、健康の話からうちなのおたきそれから歴史話をいろいろとお届けしてきたんですけれどもえっ、ー、とね身のね早起き史跡名称散歩がね2004年に始まっているのでえっ、ー、と2020年だから再来年か再来年でついに20年近くなるっていうことになるわけなんですよね。で番組っていうか長敏が初めてラジオに出てからはちょうど20年後になるわけなんですけれどもね。定芸 長寿番組になとおったさって喜んでるんですけれども愛も変わらずねファックス、メール、おはがきがあんまり来ないので皆さんぜひ来年はですねファックスもメールもおはがきもどしどし送ってくださいねあのなんか難しいんじゃないかねとか文章を書ききれないさっていう聞くんですけどなんで聞いてますよっていうのとねこの曲かけてちょうだいねって言うんだけどももうバッチリですのでね 番内番内ってすか都の人みたいだけどね都の人面白くてねあのちょっとまあ一部の人かもしれないですけどね昔あの教材会社に勤めて都行った時にしょっちゅうね番内ですよ番内ってよく言うわけさねだからそういうその地域性っていうのが非常に面白いなと思ったりするわけなんですけどもね平田愛島だからやっぱもうみんながね台風とかで大変なことになるのでねみんなが一致協力して こうバンと協力していかないと生きていけない島だったから、まあ、そういうねその前へ前へと番内を番内ということでいくのかなと思ったりするわけなんですけどもねあのね <laughs> 非常に強い言葉でね「何を言ってるかよあんたは」みたいな喋り方するんでね非常にあの嫌だがる人もいらっしゃるんですが言葉は地域の宝ですからね都の人尊敬してますよだって全然カエル買えないじゃないですか正直言って。 他のの地域なかかかか恥ずかしいい知らけけどさよよう買いようとするわけですよでもそんなことないよ。やっぱりそのね鉛とかね言葉は国の宝ですからね大事にしていただきたいなというふうに思いますね。まあ、今年は今年とか去年からが縁があってね、まあ、石垣とかにもいろいろつながりがあったりしたんですけれどもなんか石垣だったり離島だったり名古屋だったり <laughs> なんかちょっと名古屋から離れたところとばっかりつながりが強くなっていくんだけど、まあ、それはそれで長瓶らしくていいのかな。 中分けで再度ね、えー、申し上げますけれども、今週は今日で最後の放送となります。えー、来週ね、1月2日は午後3時ねからの放送となりますので、ぜひ楽しみに待っていてくださいね。湯、えー、む山のゆんたくするうちね、時間の長い長編ね、あの12月はですね、空手のね、真髄を巡る旅ということでね、大山とかにししたりしたんですけれども。 っっている方々やっぱり、ね、沖縄に大変関心が深いんですよだからこれからもね関心持って、まあ、いろんなところに来ていただけたらなというふうに思いますね。どなたか聞いていらしたらよければメールなり送ってくださいね。ゆたさるぐとおゲーさびら。それからね、一年金指しきみそうちゃルリスナーのぐすうよ。えっぺえにへいでぴたん。またね、あのー、来年もよろしくお願いいたしますね。ほんと国吉さんがちょっとお休み気味なんですけども。 病気とかじゃないですからね、ちょっとあの仕事の都合でお休みになっておりますので、ご心配なさらないでくださいね。また来年の年収めぐらいからは登場するかと思います。さて、食い消し消し ABC がファックスメールおはがきお待ちしておりますよ。ン <laughs> 番組のご案内や赤瓦長瓶タン